はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。本日は2024年の4月8日月曜日ですね。今日は東京ディズニーランドにやってきたんですけれども、本日はですね、ディズニーパルパルーザ第2弾ということで、そのね、スニークのためにやってきたんですが、他にもですね、いろんなところが変わっておりまして、スペースマウンテンファイナルの装飾とかも登場しましたので、今日は今からですね、そのスペマンの装飾をご紹介していきたいと思います。スペースフォトプレイス、40年か、最後の記念に写真を撮りましょう、だって。トロケの横です。かっこいいですね。ちなみに今日からこちらも配布となります。これは激レアですね。絶対もらっておきましょう。あとここですね、スペースマウンテンの入り口の上ですね、ここに装飾が追加されました。かっちょいい。でもこういうの見ると本当にもう最後なんだなと思っちゃいますよね。ちょっと寂しいね。ファイナルイグニッションって書いてあります。ちなみにスペースマウンテン乗って出口ですねにも新しい装飾があるらしいです。ただジョマジさんちょっと絶叫ダメなんでそこは見れなそうですね。はい、ということで本日は4月8日から始まりましたスペースマウンテンザファイナルイグニッションの装飾をご紹介させていただきました。いや本当ね、もう終わっちゃうんだなって思いますよね。なんかすごい寂しい感じになるんですけれども、でもね、また新しくねリニューアルされますんで、また次のねリニューアル後を楽しみにしておきたいなと思います。とりあえずですね、この装飾は7月31日までね続きますんで、ぜひですね、皆さんね、もう最後ですから取りに行きましょうね。であとシールも無料で配布されてますから、そちらの方もですねぜひもらってみてください。はい、ということで今日はですねこれで終わりにしましょう。ジョマジでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白い参考になったなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。さらに特別な生放送が見たい方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それでは次の映像でお会いしましょう。ジョマジでした。バイバイ。